お金はこれから先のお前たちの人生に生きる金の使い方にせねえいかんから。だから服を買ったり物を買ったりじゃないんだ。お前たちの知らないね、いろんなことを考えて生きている超一流の男たちがいる、超一流の女性たちがいる、その人たちが何のために生きているのかっていうふうにね、俺たちがね、逆立ちしたってたどり着けないだろうなって思えるような生き様を生きている人たちに、お前たちこの金を使って会いに行くんだ。そしてね、目指すべき着地点を見て、今の自分に何が足りないのか焦りを感じて、そして自分の内なるものをにじみ出させるような金の使い方をしろって言われて、行動にお金は全部使わされられたんですね。